戦後20年、今から40年前、日本が先進国を追いかけ仲間入りを果たそうとしていた高度経済成長の時代、製鉄業は鉄は国家なりと言われるほどの基幹産業であった。日本進出を目論む海外巨大資本に対抗するため、時の大蔵省は当時12校あった都市銀行を合併させ、その大型化を図る構想を打ち出していた。現在の三大メガバンク体制に至る金融再編の始まりである。そしてこれは、世界に誇る鉄を作ることに命を懸けた息子と、金融再編の荒波の中で生き残りをかけた父、その父と子を取り巻く満票一族の愛と憎しみと悲しみに満ちた壮絶なる物語である。この番組はドライブユアドリームズトヨタ、もっともっといい携帯へドコモグループ、清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、アサヒビールと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。1968年12月31日、丹波篠山では大晦日の殺生が禁じられていた。しかし満票鉄平は、祖父から譲り受けた銃を手に、慣れ親しんだ山中へと踏み入った。鉄平はあの場所に向かって歩いていた。思い出が詰まったあの大木がそびえ立つあの丘、